はい、どうも、こんばんは。2019年1月の30日、夜中の3時35分です。すいません、なんかパソコンの調子が悪くて設定変更してて時間かかりました。映像の方安定してたら教えてください。よろしくお願いします。映像と音声がね、なんかすげえグダグダになってて、映像が止まるって、音声の方は止まらなかったらしいんだけど、なんか映像が止まるってすごい言われてました。大丈夫かな、多分。もしね、ちゃんと見れてたら、映像テストでもあるんで、教えていただけたら嬉しいです。多分全く問題ないはずなんだけど。見れてる？あ、ありがとう、ボタンさん。どうも、雑談しようか、じゃあ。安定したかな、これで。お、のんちゃん、おはよう。よろしく。CPU の使用率が下がったから、多分カメラのキャンパスサイズ下げたのとね、ビットレートを下げたのが多分良かったんだと思うんだよな。多分ね、パソコンのスペックがね、スペックオーバーな出力をしちゃったんだと思うんだよね。多分これでね、安定してるはず。俺の予想。多分ね、ツイキャストね、ふわっちの同時配信だから、そこでね、多分ね、出力差が出て安定しなかったんだと思うんだよね。多分高画質配信ができなくなってるね。まあ、画質安定してるはずなんだよな、多分。これで安定するといいけど、このスペックで、この映像で。ちょっと映像荒いけどな。綺麗に出てないね。まあ、これくらいだったら問題ないはずなんだけど。いきなりですが、寝ずに働くことになりそうなんですが、眠気を一日吹っ飛ばす方法を教えてください。寝ないでか、きついな。何時間後に働くんだろう。寝た方がいいよ。睡眠はすごく大事。寝た方がいい。1時間でも2時間でも寝た方がいいけど、どうしてもって言うんだったらカフェイン取りまくるかな、俺だったら。ああ、ワンちゃんと猫ちゃんのお散歩で起きた。行っておいで。寝た方がいいよ。睡眠は大事だよ。1時間でもいいから、仮眠を取った方がいいと思う。俺はね、脳みそを極力使わないで、呼吸だけするとか横になるとかでもやった方がいいかな。危ないからね。寝ないっていうのは、脳が一番大事だから、脳が壊れるから。カフェイン取りまくるなら、コーヒーとかレッドブルとかモンスターエナジーとかを1本飲んで眠気飛ばすっていうのをやるかな、俺だったら。でも、脳みそのスペックが落ちてる段階で働いても、人と会話ができなかったりとか、眠気を襲って作業に集中できないから、俺はその寝るっていうことはすごく大事なことだと思う。睡眠をとった方がいいよ。工場作業か、危ないね。指とか飛ぶからね。ウィンウィンダハーね。そうそう、ウィンウィンダハーとかで眠気飛ばすけど。でもどうしてやらない方が俺はいいと思うね。特に工場とかって命に関わるから、危ない。やめた方がいいよ。
絶対やめた方がいい。おすすめしないっすね。若い頃はさ、いくらでも寝なくてもよかった。徹マンとかやっても全然頭動いたけど、年取ってくるとそれ通用しなくなるから、やめた方がいいよ。危ないよ。俺ね、若い頃の佐々木希って全然美人じゃないと思ってたんだけど、年取った佐々木希、最近の佐々木希はね、なんかね、綺麗だなって思い始めるようになったんだけど、これ分かる人いる？多分俺のタイプの年齢になったんだと思う。はい、お疲れ、サボちゃん。お茶バカありがとう。寝ないで働けるの若いうちだけ。うん、間違いなく。間違いなく若いうち、20代、30代からもう無理になったね、俺は。だから、もう、無理をしてるのが通用するのは若い時だけだよ。無理、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 無理。佐々木希綺麗だよな。あ、ありがとう。花火ありがとう。ただのデッパさんから花火いただきました。ありがとうございます。花火ありがとう、デッパさん。ありがとう。あ、音が出ない。なんだろう。また不具合だな。オーディオの詳細プロパティ。花火。これで出るかな。ありがとう、ドンチキ。ありがとう。貴重な貴重な花火ありがとうございます。なんだろう、あれ、あ、出た。ありがとう。バグってた。親身になって聞いてくれたので、ふわっち初花火、あ、ありがとう。毎回タダで聞かせてもらってすいません。いえいえ、全然全然聞いてくれるのはありがたいですね。ありがとうございます。まあ難しいよ本当に。なんかね、年を取っていいことと悪いことっていうのがあって、なんだろうな。まあでも若さっていいよね。可能性が無限だからね。可能性が無限。あ、間違えた。あ、間違えた。設定がぐちゃぐちゃ。若いは無敵か。無敵。俺でも女の人はなんか若い女の人より結構年いってる人の方がやっぱ好きだな。なんでなんだろう。男の人もそうだけどね。若いってなんか若いイコール未熟なイメージなんだよね。おやすみ。うん、絶対ね、少しは寝た方がいい。少しでも。アイテム買いたいなーとか思える配信はマジでここだけっすわー。あ、ありがとう。おやすみ。和道はニッチな、そう。俺ね、ニコ生やってる時から思った。ぶっちゃけた話ね、
500人ぐらいをキープする配信はやれるかやれないかで言ったらやれる。できるかできないかで言ったらできるんだけど、自分が楽しいか楽しくないかで言ったら、これもう、なんかね、なんつうの、こう、できなくて言ってると思われるのが嫌なんだけど、そんなに難しくないんだよ、閲覧取ることって。その過疎配信者からするとすごくハードルが高いことだと思ってるの、閲覧取ることって。いやでもね、簡単なの意外と。実際取ってたから俺は。だけど楽しいかって言ったらね、内容がないんだよ、スカスカなの。要は数が多い層に向けてアプローチするトークなわけじゃん。だからそこの折り合いすごい難しいよ。自分がこの層に向かって話したいっていう層が、母体として人数が少ない層だから、かといって人数が少なすぎても配信にならなくなってくるから、数を狙うのか、数よりも質なんじゃないかなっていうふうに思い始めてるけど、ずっとそれはトライしてるけど、200人前後が俺はいいけど、だんだん最近200人前後は取れなくなってきてるから、そこはね、ちょっとまずいなっていう。自分が持ってる層は200人で、企画とか、その、勝負してる時に1000人超えるようなぐらいが、俺は作っていきたい環境かな。要は、ライブハウスでもさ、東京ドームで1万人に向かうパフォーマンスと200人に向けて、ライブハウスを満杯にするパフォーマンス、絶対違うと思ってて。東京ドームってさ、行ったことある人からわかるけど、人がこんな点なんだよ、こんな大きさなの。面白くないじゃん。 それよりも最後尾にいるお客さんと親近感が取れる距離感ってあるんだよね。それはさ、なんかこう、数が多い人をディスってるわけじゃなくて、俺はあんま合わないっていう。本気で500人とか1000人とかキープさせようと思ったらできると思うよ。鼻炎が辛いな、今日。花粉かな。ちょっと空気清浄機フルで稼働してくれば、花粉かもしんない。難しいね。手に入れたいものがまだまだ手に入ってないね。
やりたいことやってるなら思うようにいかないことはいっぱいあるだろうな。思うようにいったらいいのにな。思うようにいかないことの連続だよな。欲しいものがなかなか手に入らない。いつ俺は解き放たれるんだろうね。本当に。まあまあ、いや、そうだと思う。そうだと思う。簡単に手に入ったらつまらないんだよ。でもなんか欲しいものを見失ってる感じはあるけどね、最近ね。あれって、あれおかしいなーって、あれあれってなってるね。欲しいものが作りたいものだからね。だから世の中にこうないものが欲しいものになっちゃってるから、手に入るんだったらいいけど、簡単に。アドのコアなオーディエンスが求めているものはたくさんあると思う。ちなみに俺は宗教とか裏話が一番話、みんな真面目に聞くし。でもね、仏教についての誤解とか語弊っていうのかなっていうのがあってさ、俺はさ、正統派の仏教、日本における正統派の仏教とかを語ってるわけじゃなくて、切り口としてこだわってるのが、みんなが思い込んでるものではないんだよっていうところにゾクゾクっとするのよ。人の話を聞いてて面白いなって思うのが、みんなが当たり前だと思っていることは実は当たり前じゃない、間違ってたりとか当たり前じゃないっていうようなところにこうゾワッとくるタイプなの。それは別に仏教に限らずそうなんだけど、なんかこう思い込みとか先入観みたいなものを壊していくのは好きかな、自分で。初見さんいらっしゃい。ババア、性格に難あり。あ、和道リスナーになりそうな感じのリスナーさん、ようこそ。多分あなたは僕の放送ヘビーにはまると思いますね。ババア、性格に難ありさんいらっしゃい。
だから客層だよね。自分の、俺は和道リスナー、和道リスだっていうの、何人いるかだよな。でも、すごく、自分が悩んでることっていうのが、俺が求めてない層が、客層が、俺の放送に来てしまっている問題っていうのって、すごく嫌なんだよ。例えば、ハードコアパンクで、モヒカンでゴリゴリの音楽やってのに、オタゲーやってるみたいな。って客がオタゲーずっとやってるみたいな。はいって。ちょっとやめてっていう。止めて止めて止めてみたいな。そういうね、苦しさは常にあるかな。この客層、来る場所間違えてねえかみたいな。だから、セフィゾーとかまさにその典型的なタイプで、表現してて、これを、そこまでずれてる。俺、セフィゾーとか、俺のアンチやってる人とかって、すっごいずれてると思うよ。すごいずれてると思う。お茶ありがとう。やりすぎなんだよね、いろんなこと。そう。だから、表層的な部分で集まってしまってるリスナーとかが多いから、ちょっとね、そこは頭抱えてる部分かな。表現間違えてんだろうな、みたいな。まあ、しょうがないよ。あと、報告するババア、今からご飯行ってくるね、和道。うち仕事やねん。だからあんまりコメント打てへんかもしれねねんけど、見てるからな。洗濯物取り行ってくるわ。とかさ。はい、和道。えってなんの？その、俺の中では、俺の中とのギャップなんだよ、見てる人の。見てる人は部屋の中にいる家族みたいな感じで見てると思うの。コンティニューコインありがとう。部屋の中にいる一人対、フェイストゥーフェイスで会話してる感覚なんだろうけど、俺からすると対複数に対して、表現を舞台に上がってるつもりだから、そのギャップだよね。それはどう空気感を作っていけばいいんだろう。いや、スルーするのが正解なんだけど、スルーしたらスルーしたで、誰かを傷つけたくないのね、俺は基本的に。誰かに傷ついてもらいたくないから、だから嫌なんだよ、やっぱり。少し。俺からするとそうだよ。正直なことを言うと、コークさんが男なのか女なのか、20代なのか30代なのか、どんな見た目なのか、どんな仕事をしてるのか、どんな生い立ちなのか、何もわからないんだよ。何もわからない人と何かを分かり合ったふりができるやつっていうのは、俺は強いやつだと思ってて。みんなが俺のことをすごく知ってるんだよ。でも俺はみんなのこと何も知らないんだよ。あ、そのギャップだよな。知りたくないわけじゃないんだけど、そう。リアトするとき、リアト2マッチとかやると、そのギャップがすごい感じて、みんなの中の和道を演じないといけないっていうのがすごくつらい。いや、ほんとね、これね、わかんない感覚かもしれないけど、始末孝光なんてもうとうに死んでるんだよ。本当に。始末孝光っていう人間はもうすごい昔、6年ぐらい前で死んで、
俺のことをリアルにワトさんって呼ぶ人の方が多いっていうか、島津貴水を知ってる人なんか一人もいないんだよ、ほぼ。俺が今生活で関わってる人の中で。だからね、こう、島津貴水っていう人間はどこに行ったんだろうって本当に思うね。いや、別にね、そんなにね、状況悪くないんだよ。はっきり言って。だけど、状況悪くない、悪くない。全然悪くないよ。ただ、俺がすごく辛いのが、配信で見せられない部分が多すぎるんだよ。で、配信が見せられない部分に時間を使えば使うほど、みんなの中の評価にはならないんだよね。いや、ブロックはね、入れたくないんだよ。みんなにとってはさ、みんながブロック入れることはいいんだけど、別に。なんかね、俺からすると殺すのとイコールだから。ブロック入れるのって殺すのと一緒なんだよ、俺からすると。すっごく嫌な気持ちになるよ。寝つき悪いもん、ブロック入れる日は。俺もだからドライにさっぱりとポイってやりたいの、ゴミ箱にポイって捨てるみたいに。嫌な気持ちになるんだよね、なんか、すごく。心がすさむんだよね。そこはドライになれないかな。できればね、見てる人と心通わせたいから、俺は。てか、映像と音声安定してるかな？優しさではないと思うけど、すごくね、辛いよ。6年やってても未だになれないね、ブロックは。なんかさ、例えばさ、配信者って物珍しいからカテゴリーができてるだけであってさ、インスタグラムやってます、ツイッターやってますみたいな人に固有名詞なんかないじゃん。世間からすると、フェイスブックやってますとか言われても、はあって感じじゃん。いや、みんなやってるけど、みたいな。なんかテレビ見てるんですよ。テレビ見んだとかないじゃん。なんか、それくらい俺バカげてることだと思ってて、配信者ですっていうことって。わ かる？え？テレビ見てるんですか？家にテレビあるんですか？とか、冷蔵庫民なんだよね？とか、会話ないじゃん。だから、そう、配信者が配信者とか言ってんのってすげえダセえことだと思ってて。なんか配信が回ってるっていうことに、いちいち許可を取ったりとか、いちいちその、めんどくせえんだよ、本当に。気を使ったり、配信許可とかさ。もうこれは、もう、後に配信なんて誰でも当たり前につけてることだと思うんだけど。いや、全部さらけ出したい。これ、本当に、セックスも恋愛も、何もかも俯瞰で見てもらいたいだけだもん。一人の男の苦悩と一人の男の生き様を見てもらいたいだけなの。ただ単に。何にも隠し事をしたくない。
なんかその映像の先生、クリエイターさんがいるんだけど、その人が俺に言ったんだよね。言葉を使うっていうことがいかにバカなコミュニケーションかっていう話がすげえ面白かった。バカ、言葉っていうのを使うっていうのはバカなことなんですよって。言葉はバカのためのコミュニケーションだ。すごく同意なの、俺は。言葉を使うのが上手い人だけど、すごく同意。言葉って完全に不完全なの。要はね、言語スリットの問題なんだけど、共通認識するためのツールではないんだよ、言葉って。そういうふうに誤解をされてるけど。俺がコーヒーって言ったとするんだ。コーヒー美味しいねっていうただの言葉だよ。でも、コーヒーって言っても、グアテマラ産のコーヒーと、エメラルドマウンテンっていう缶コーヒー、同じコーヒーなんだよ。わかる？で、じゃあ、より細かく、より説明をしていくと、どん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 言葉が長くなっていくのわかる？共通させようと思って。1900何年に採れたグアテマラ産の何月のどこどこで買ったお店を、どういう体調のコンディションで飲んだ時にコーヒーが最高に美味しいと思いましたみたいな。で、たったコーヒー1個の情報でもこれでも伝わらないっていう風になったら、どん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 発展していくわけじゃん。言葉の長さ、分量が長くなっていくの。わかる？どん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 言葉っていうのは説明をすればするほどより情報量が上がっていくんだけれども、長くなるんだよ。だけど俺がやりたいのって、コーヒーをすってどうぞって言って、ごくうまい、これで伝わるんだよ、言いたいことって。だから言葉ってバカのツールな。表現としてはすごく、その、なんていうのかな、不完全っていうのかな。だから、その相手の真意を汲み取る能力が必要っていうのかな。要は、喋り手のうまさと聞き手のうまさが必要なの。共通、あ、わかるわかるって、共通体験がないとダメなの。共通体験と共通認識がないと、ツールとして。通じ合ってればシンプルです。もしくは体感をさせればシンプルです。だから、その配信じゃなくて映画っていうところにあるんだと思う。もうね、映画は、すっごく映画のいいところ。配信は表現が下手、表現がうまいで気持ちがずれちゃうの。例えば俺とトム・ソーエーゲが皆さん喋り下手でしょ。全く同じ感動をしたとしても、俺の方が喋りで伝える方がうまくなっちゃってるのよ。わかる？だけれどもそれってダメなんだよ。体験の方が重要なわけじゃん、本来は。それを共感してもらうためのツールだから。だから、その、よりリアルに表現しようと思ったら、言葉とか喋りってダメなんだよね。まあまあ、気候はだから、そういうことなんだけど。いや、合ってる合ってる、だってさ。で、そうそうそう、IQ もお互い差があると、10 IQ が差があると、何言ってるか相手、お互い分かんなくなっちゃう。頭がいい悪い方も両方分かんないの。あいつって誰だろう。で、映画のいいところは、ものすごくシンプル。面白いかつまらないかだから でしょ？説明する理由、必要性がないの。見て、かっこいいって言ったらかっこいいの、もう。で、かっこいいは普遍的なんだよ。わかる？見るだけなの。体感するだけなの。かっけーで終わりなの。それが憧れ。アーティストって結局そうなの。音楽やってる人も、絵がやってる人もそうなの。
すごい、かっこいいとか感動する、そこに言葉なんかいらないんだよ、極論。アキラのさ、サンをつけろよ、デゴスケ野郎っていうセリフに、アキラ見てさ、かっこいいじゃん。で、かっこいいって何か、伝えられないでしょ。アキラがなんでかっこいいのかっていう。違うんだよ。モイストいいところよ。これね、金田は強気なんじゃないの。ずーっと鉄を助けようとしてんの。あんだけ超能力者になったのに。それが面白いの。金田は弟分なんだよ、やっぱ。鉄をがどんだけ超人になっても。金田はずーっと鉄を助けに行ってるの。そこがかっこいいんだよ。鉄男はどん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 金田を超えていくわけじゃん、能力的には。そんなこと金田からするとどうでもいいこと。鉄男が悩んでるようにしか見えなかったの。鉄男が困っ、だから最後のシーンが映えるんだよ。本音が出るから。助けてくれ、金だっつって。だからシンプルだよね、金田の動機は。仲間を助けるっていう。なあ、鉄を使ってうまく金田のかっこよさを表現してるんだよ。でもな、アキラはな、女の子可愛かったらもっと言ってたのにな。ケイちゃんがブスなんだよな。とんでもないブスなんだよね。あれ、ね。金田な、これね、誰もね、評論しないんだけどね、女性のキャラクターデザインがすごく良くないっていう問題があるんだよ。全然美人に見えないっていうのがいいんだよな。そこのセンスがズバ抜けてないっていうのが、すごく、いや、アキラっぽくていいんだけど、不純物だから、萌えの要素がないっていうのは。あ、狙ってやってんのかな？全然可愛くないんだよね。なんならブスなんだよな。緑色のババア。キヨコね。あら、どうなんだろう。狙ってやってんのかな？精一杯描いてあれなんだろうな。多分だから性的なその萌えがないんだろうな、作者に。女性キャラ、あそこがもっと可愛かったらもっと言ってると思うんだけど、そこな、誰も言わないんだよね。結構、アキラの評論で女性のキャラクターブサイク問題出てこないんだよね。結構、その、ビジュアルとしてすごく重要なところなのに。でもそれを超える何かがあるんでしょう、アキラには。大友ね。俺は頬を染めた時の K が可愛いと思ったらブス戦なんだよ。
なんだっけ、喋るときにおっぱいを揺らす表現ってあるんだけど、萌えの要素に。それを初めてアニメでやったのね、宮崎駿って言われてんだよね。喋るときにおっぱいが揺れるっていう描写があるの。それは風の谷のナウシカで開発された技法なんだって。だからエロスとかを全く書かれてないように見えるじゃん。なんつうの、宮崎駿って書かない、エロ描写は書かないって思われてるけど、全然違うからね。で、本当に喋るときにおっぱいが縦揺れするっていう表現を初めて書いた人。はい、ワドツ。まあ、紅の豚を見ると宮崎駿がどういう人なのか全部書いてあるからね。要はスケベなさ、おっさん、要はアジトに女を連れ込もうとしてるおっさんの話なわけよ。若い女の子とイチャイチャする話なんだけど、初めてそのフェオが来た時は恥ずかしくて手が出せなくてもじもじするっていう可愛らしさをずっと書いてるんだよね。そう、中年おっさんの妄想の話なの、あれは。そう、ぶっつりなんだよね。あ、知らなかった？だから最初に「紅の豚」の最初のシーンってさ、こうやってやってるシーンから始まるじゃん。で、受話器をガーって足で引いてきて、あそこの横にシャンパンとかが置いてあるんだよ。で、布団とか。で、よく見ると後ろに家があるの。実はテントの方が住まいじゃなくて、あそこに家があるのね、奥。住まいはあるの、ちゃんと。だけど、星空とかを眺めながら、シャンパン飲んで、こんな素敵なところに住んでるのねって言って、テントの中でイチャコラするっていう、全部がそのポルコロッソのスケベ心が書いてあるんだけど、全然連れ込めてないっていうところから入ってるのよ。そう、そこで初めてフィオが来て、やったーっていうむっつりなシチュエーションが来るんだけど、全然手を出せないっていう。私泳ぐって言って脱ぐシーンに、こうやってやって顔真っ赤にするシーンとかで、なんつうの、そのおっさんの哀愁を書いてるんだけど、なかなかね、そこが伝わらないんだよね。紅の豚はね、おっさんになってみるとすげえ共感できると思うよ。そう、めちゃめちゃかっこつけてる、ジーナとかの前ではかっこつけてるおっさんなんだけど、実はその一回童貞に戻ってるおっさんなんだよ。一回もうスケベでスケベでどうしようもない童貞、セカンド童貞に戻ったおっさんの話なの。まあ、だからかっこいいんだけどね。要は仕事人間で恋愛できなくなってるむっつりスケベなおっさんの話っていうね。紅の豚がそんな話だとは、再度見直してみます。まあ、面白いっすよ。面白いっす、面白いっす。でもそこはね、書かれてるけど説明していない部分だから、その作家がプロットで書いてるけど作中に出さないっていうことってよくあるの。要は見たらわかるでしょっていう。でもね、意外と汲み取れないんだよね、だからそういうの。あれは宮崎駿丸出し。だからジブリの作品、宮崎作品ってトンボでしょ、パズーでしょ、ポルコロッソでしょ、なんだっけ、最後の風立ちぬの男の人、二郎、堀越二郎、あれ全部宮崎駿だから。要は少年の頃の宮崎駿パズーなので、中学生ぐらいがトンボなので、おっさんが、青年期が、堀越二郎で、おっさん化してるのがポルコロッソなの。全部宮崎駿なの。飛行機が大好きで、眼鏡で、そのインテリで、で、なんつうの、もう全部あれ宮崎駿だと思った方がいい。ちょっとパズーはイケメン化しちゃってるけど。あと、これね、意外と知らないっていう人多いんだけど、庵野監督がやった、なんだっけ、ナディアか。ナディアと、紅の豚ってプロット一緒なの知ってる？
もともと NHK から漫画描いてくださいって宮崎駿に頼んだの。で、宮崎駿がプロットって言って設定を作るの。で、脚本書く前の段階、脚本も1話2話書いてるんだけど、で、急に宮崎駿が辞めたって言い始めるの。えってなるじゃん。こんなのやめたって。なんでですかって。こんな面白い作品はうちで作るって言ってジブリに持ってっちゃったの、相馬。でも、版権、やっぱり NHK とか版権がかっちりしてるから、これは作品物として残っちゃったの、プロットが。で、宮崎駿、スタジオジブリが退いて、他の別会社の子会社であんのが監督であんの、ガイナックス。あ、ガイナックスか。だから、実は、宮崎駿のプロットで作った監督あんのがナディアなの。で、ブルーウォーターの方ね。で、こっち側がもう一つの俺が作り直すわって言ったのがラピュタの。すげえ面白いよ。だからよくよく考えるとさ、最初の頃の設定、飛行機好きの少年ジャンとパズルとか設定がビタビタに合ってるでしょ。飛行石とブルーウォーターとか、一つのその青い石で世界をこう、なんつうの、救うとか救わないとかさ、プロット一緒なんだよ、実は。これ意外に知らない人いるんだよね。だから同じ設定で師匠が書いたバージョンと弟子が書いたバージョンであんだけ変わるの、世界観が。見直してみると面白いよ。あんのはやっぱあんのだなと思うし、宮崎駿はまあラピュタを見たことない人はいないから、まあラピュタはね、わかると思うけど。まあ、宮崎駿のね、話は一貫してね、少女が世界の秘密を握ってるっていうスケベな話だよ。少女、可愛い女の子、清廉潔白な少女が世界の鍵を握ってるっていう 毎回それだからね。俺はだけど、もののけ姫がやっぱ、すげえなって思うかな。あんなにまとまってない話っていうか、あんなにふわっとさせて、起承転結のケツをやらないで、あそこまで書けるんだっていう。本当にすごいと思うよ。伏線を全部回収してないんだよ。あざを取るためにっていう最初の振りあるじゃん。あざ解けてないでしょ。で、美少女と恋愛要素、サンとアッシャカの恋愛要素どうなるかっつったら、また会おう。そなたは山で暮らせ。私は、タタラ場で暮らすって言って、なんか、ふわーっとして ふわーっとして終わるし、じゃあ、獅子神の森を取るって言った、烏帽子目線で言うと、首取れてないし じゃあ、タタラ場が天皇、そう、戦争を仕掛けるっていう話も、タタラ場壊滅してるし、何なのこれっていうぐらい、何のオチもついてないの。だけど、感動するじゃん。ものすごい作品なのは、もののけ姫見たらわかるけど、何一つ回収がされてないのに、何一つ全部ふわーって終わってくのに面白いっていう。ああ、いや、もののけ姫は化け物だよ、本当に。あら、おかしいよ。あんなに面白いのにね、全部解決してないんだもん。だから、その世界観を描いてるんだけど、その終わらない世界っていうのを描いてるんだよね。そんな物語は簡単に終わるもんじゃないっていうものなんだけど、あれは良かったね。だからね、完全懲悪者だったんだよ、昔の宮崎駿って。要は悪いやつがいて、悪いやつ倒して終わりっていう話から、誰が悪いやつなのか、もうもののけ姫ぐらいになると分かんなくなってんだよ。烏帽子が悪いやつっぽく書いてるけど、烏帽子は悪いやつではないじゃん。誰も悪いやつがいなくなってくんの。千と千尋、あの時の宮崎駿は、くもじいになるのかな。あ、くもじいじゃないのかな。くもじいだろうな。かまじいか、かまじいか。かまじいだろうね。そうそうそう。後付け設定で ジブリ公式だからね、こだまがトトロっていうのは。
お茶ありがとう。お疲れ様です。あ、了解です。サインはあった時ですね、これ。確認してからですね、口頭で。目通しました。一回会った時にサインしましょう。了解です。お茶ありがとうございます。了解です。いやでも宮崎駿がそのすげえなって思うのが、宮崎駿って実はその売れっ子作家になれなかった人なんだよね。「風の谷のナウシカ」書いた時って40歳でしょ。もうアニメーターとしてはオワコン化してるんだよね、実は。すごいよね。本当に後から来たんだよね。そっからのスマッシュヒットがすごすぎるんだよ。すごい。
これは見るべきっていう映画。映画、これは見るべき。俺あんま映画好きじゃないんだよな。アニメばっかりっすね。エヴァンゲリオンじゃないですか。エヴァンゲリオンのあの旧作のアニメ版見たことない人っていうのは、あの人生だいぶ損してるなと思いますね。ハメ止めの予算300万だね。あー、いやいやいや、あのね、実はね、カメラを止めるなの2ヶ月前に300万っていうのを打ち出したんだけど、その後にカメラを止めるのがスマッシュヒットしたの。あ、で、あーって思ったね。なんかパクったみたいになってるから嫌だなと思うけど、あれ時系列的には本当にカメラを止めるの知らなかったの俺。っていうか流行ってなかったし、俺が映画作るって300万って言い出した時に。あ、でも、あ、まあまあ時代だなって思ったかな。あの映画業界とかに関わったことがある人だったら分かるんだけど、インディーズでも2000万ぐらいかかるんだよ映画って。で、300万で撮るっていうことってほぼ不可能に近いのね。あのクオリティよ。で、インディーズで別に30万で撮る人とかもいるよ、そのドキュメンタリーとかだったら。ただあのスタジオ組んで演者込みでっていうのって、あ、300万って全然不可能って言われてるレベルの。だからすごいのよ、あの映画って。で、実はね、あの映画俺も見てないんだけど、あんまり関心ないんだけど、あのね、長尺がすごいらしいね。あのワンカットシーンの長さがすごいらしいよ、その最初の冒頭の。まあ300万で撮れないよ普通。あのそれはその脚本が良かったんでしょう、ものすごく。俺も見てないから分かんないんだよ、あんま関心湧かないんだよね。うん、エヴァンゲリオン見ない人はもったいないと思ってて、俺庵野監督すげえ好きだから、特にエヴァンゲリオンのそのこんなのあるっていうぐらいすごかったかな。エヴァは、エヴァンゲリオン見ました。あれすごい話だと思うけどね。なんかこれやったらダメだろうって思うんだよねあれ。うん、あのエヴァンゲリオン見てない人ほどあの誤解があったっていうね。俺も話題だからって誘われ、とりあえず見に行ったけど本当にすごかった。ああ、そうなんだ。エヴァンゲリオンってその最初に放映された時って視聴率すごい低かったの。な、最初 7% で 3% とかまで落ちてくんだよね。だから知ってる人本当に少なかったんだけど、何年後かにリメイクじゃなくて映画になって急に広まるので、その時に萌え豚に見つかったんだよ。アスカとレイが可愛いっつって。だから萌えアニメの要素が強いと思ってたりとか、ロボットものでしょって言われてるけど、全然違うんだよね。あの、新作のエヴァンゲリオンじゃなくて、旧作の方を見てもらいたいっすね。あれは、なんだろうな。ほんと人格形成とかに影響を与えた作品だよな。あの頃みんな病んでたんだよな。うん、未だにエヴァンゲリオンを超える作品って見たことないもんね。唯一嫌いなのって Q。 いやいや、俺は新劇場版はエヴァンゲリオンじゃないって言ってるね。 Q でもジョもハも Q もダメだと思ってるよ。エヴァンゲリオンの一番重要なエッセンスが抜けてるの。要は監督が狂ってないの。そこね、難しいんだよ。全く同じ脚本で、むしろクオリティ上がってるんだよ映像とか。ダメ。ワドさんもトースポ映画大賞監督賞を取れるように映画頑張ってください。あ、いいねそれね。レッドカーペット、トースポ映画大賞監督賞を取れるようにね。そこ目指すっていいね。うん、頑張ります。Q
9っていうか、俺はジョーハー9はなんか映像がすごくて別物を見せられてる感覚かな。なんかヤシマ作戦とかすげえ、あ、これがやりたかったんだってやっと分かったけど、なんか俺ヤシマ作戦大嫌いな話の回だったんだけど、あ、予算の都合でできなかったのねっていうのが分かった。金かけたらこんなにかっこいいんだヤシマ作戦って思ったね。TJ が和道の YouTube 見てるらしいよ。来てるよ。来てる。何が来てるのか分かんないけど。のね、声優が良かった。エヴァンゲリオンは。もう本当に、庵野が声優選びうまかったね。声優で持ってくんだっていう。アニメの声優の使い方じゃないんだよね、演技が。ちゃんと演技させるの。だから、何シーンかあるよ。これよくこんな声出せるなっていうの。特に真珠君役は相当難しかったと思うよ、尾形さんが。だいぶ追い込まれたらしいけどね、現場。もう、庵野がめちゃくちゃすぎて。まあまあ病人だからな。いい作品だよな。うまいよな。まあまあまあ、ウルトラマンをかっこよくやるとこうなるんだっていう。庵野版ウルトラマンだと思ったらわかるよ。超かっこよくウルトラマンやったっていう感じ。ウルトラマン庵野だよね。登場人物ほとんど闇抱えてるのが良かった。要は健常者が一人もいないっていう世界観描くんだと思って、まともなやつ一人もいないんだよね。最近の声優はもうアイドル化してるからね、ビジネスで。俺、声優がなんか歌う意味がわからないと思ってて なんで声優が歌わないといけないんだろうっていう。声優が美人である必要性もないからね。逆に言ったら、売れない、なんか中途半端なブスなアイドルを声優やらせるみたいな流れになっちゃってるよね。萌え豚ビジネス、童貞ビジネスって呼んでんだけど、俺は。あと、インディ・ジョーンズ見ときゃなんとかなるよ。インディ・ジョーンズめちゃめちゃかっこいいでしょ。なんか鉄パイプ持ったキチガイの話書きたいな。鉄パイプを持って徘徊する男の話を書きたいな。鶴の神。いや、だけどすげえダークヒーローっぽく描くんだけど、全然喧嘩の描写がないっていう むしろずっとボコられるっていう 哀愁漂うダークヒーローの話を描きたいんだよね すげえ本人のだけだダークヒーロー感が仕上がってんだけど、ただの気違いの統合失調症患者っていう映画。アキラはすごい惹かれるよ。
でもアギラはもう完成してるからね、あれで。隙がなさすぎるっていうか。ああ、ヒミズもかっこよかったね。俺、あれが好きなんだよね。バス停で、悪いやつ、バカがバカを殺した、バカがバカを殺したっつって、うわーって、ぐわー、バスで走って、うわーってなるシーン、すごい好き。あのシーンだけ、俺に監督やらせてほしいもん。バカがバカを殺した、バカがバカを殺した、バカがバカを殺した、バカがバカを殺したっつって、すげえかっこいい、あれ。うわーって言ってるし、うわー走って、バカがバカを殺したっつって、そのなんつうの、うわーってなってるシーン、すげえ面白いね。あ、そのシーン見せようか。バカがバカを殺したってどこだったっけ。おい、ワード2。バカがバカを殺したはね、いいよ。名台詞だと思う。あれはね、すごい。3巻だったかな？バカがバカを殺した。バカがバカを殺したどこだったっけ？ 4 巻だっけな。あ、いや、サイコサスペンスでしょ。秘密は。実写見てないけどね。めっちゃ持ってるね。少ないよ。もう4分の1持ってない。これとかだからすごいいいよね。これ、このキャラクターとか、これ。で、スパイプ持ってるね。 なんかそのヒーロー、そのダーク、鉄パイプ持ってるダークヒーローを普通の世界に入れたいの。要はバットマンは、バットマンの世界があってバットマンなんだっていうわけじゃん。かっこいいわけじゃん、ダークナイトは。だけど、それを普通の日常生活でバットマンが現れちゃったらどうなるのかっていう、そう、シュールなギャグをやりたいんだよ。コンビニとかでウィーンっつって。 おでん、おでん、大根、ソーセージ ウィーンって。 すごい面白くない？もう一人だけバットマンの世界観、完全にバットマンなんだけど、現実でやるの、それ。わかんないか、あんまり。 すげえ面白くない？もうこのバットマンだけ完全の。 地下室とかないの。 あ、だからあれだよ。千葉県にバットマンのさ、運転するやついるじゃん。あいつだよ。あれだよ。簡単に言ったら。
それはセーラームーンでもバットマンでも何でもいいんだけど、そのワードクリエイティブコモンズに設定してるけど拡散するときは要編集になる。いやもうそのまんまやっていいよって言ってる。もう好きに使えっつってる。肖像権を放棄してんの俺は。あの肖像権ほどくだらないものはないから、もう俺で遊べっつってんの。あの全部動画素材やるわっつって、こんなもんこんなもん全部くれてやるっていう。好きにしろって。歪めてもいいし、落書きにしてもいいし、何遊べ遊べって動画で、うん、な著作権なんてくだらないものが、肖像権と著作権がなかったら映画作れるよ俺、配信だけで。好きに使えばよ、そのまんま上げていいよ。 SEO 対策できるのは何でも使えって。いやただの素材提供をしてる感覚な。別に落書きしようが何しようが何してもいいよ、どうでもいい。人様からアイテムもらって食わせてもらってんだから、リスナーが俺のことガチャガチャに遊んで何が悪いんだよ。じゃあレオナルド・ダ・ヴィンチとかに肖像権あんのかよっていうさ、アインシュタインの画像も散々こすられてきて、チェ・ゲバラの画像に肖像権あんのないだろ、やれよっていう。だから金は花火でしっかり取るから大丈夫、金持ちからいただいてるから、どうせ死ぬんだから。神様からもらった体でさ、地球でもらった命なのにさ、な人間のルールなんか知ったこっちゃないよ。こっちは人間が勝手に作ったルール、権力者大嫌いだから。あ、全然いいよ。迷惑かけていいよ。むしろクレームが来ない作品って響かない作品だからね。いいんだよ。好きに作っていいよ。むしろただの散歩さんみたいに、むしろそっちで見る和道の方が面白いって言わせてほしいよね。それくらい過激にやってほしいよ。そんな当たり障りのないもの作って何が面白いんだよ。むしろ和道の囲いが発狂するぐらいの本当に面白いもん作ってもらいたいよ。もう3年分ぐらいのストックあるから、何かしら面白いもん作れると思うよ。YouTube にあの全部クリエイティブコモンズって言って、著作権、肖像権か。著作権は俺にあるけど、肖像権、要はこの俺の動画を使っていいよってやってるから、好きにやって。まあでも他の人が映ってない、のんちゃんが映ってない、海宝が映ってない、ロハコさんが映ってんのはまあ気使ってもらいたいけどね。それはあくまで俺に肖像権ないから、俺はもう何やいじられて構わない。水道がないの不便だな。制作物に関してはダメだけどね。あの映画に関しては著作権フリーにはしないけど、あのこんな喋ってるもうなんか表現だから。
これは作品ではなく表現だから。アートじゃないから、パフォーマンスだから。アートはダメよ。でも今の時代さらけ出した方が勝つよ。隠し事が通用しないよ、ネットの世界は。さらけ出した方が絶対有利。昔からそうなのかもしんないけど、もう遊んで遊んで。こういう俺が作ったやつだったら全然いいよ。こういうやつあるから見るか。こういうやつ、こういうのも使っていいよ。俺の多分あのこれもクリエイティブコモンズに上げてるから。オーディオちょっと待ってね。こういうのも全然使っていいよ。プロパティどこ、プロパティじゃなくて、これ俺の作品だけど。あれ、モニターの音出ないね。あれなんだろう。オーディオ動画モニターオフ、あれなんで出ないんだ。バグってんだ。出た。ちょっと待って、ここかっこいいよね。これかっこいいよな。素材が足りなくてちょっと使い回してるけど、オープニング良かったよね。 これすごい好きだね。こういうのもあるしね。
浅井さんはすごい人だよ。神様。ありがとうございます。浅井さん神様。カメラね、回して OK まで2年かかったからね。浅井さんのカラオケを撮れたのは会心の出来だよね。眠いっつうかね、風呂入りたい、水道止まってて今だるいんだよね。早く水道開かねえかな。水道止まってる。6時くらいから開く。いやいや、もう嫌なのよ。自由じゃないのがすげえ嫌なの。俺のタイミングで水道費のみたい。去年の4月の分払ってないって言われてるからね。まあ、新宿だったら24のところとかあるからね。風呂に入りたいわけじゃなくて、手洗えないんだよ。あとなんか鼻炎が出てるから。でも俺払ってた記憶があんだけどな。払ってたはずなのに。まあいいや、よくわかんねえ。もうその金持ちになりたいとか金欲しいとかないけど、金で不自由したくねえな。電気も毎月止まってるよ。ネットも止まるし。いやもうね、谷町とんでもない金持ちに囲い込んでもらいたい、本当に。絶対掴んでやるよ。もうとんでもないビル・ゲイツみたいな金持ちに、お前超かわいいな、っつって。そう、お前に金の不自由させないわ、っつって。もう好きなことやれって。とんでもねえ谷町掴んでやろうと思ってる。もう金のこと考えることほどバカバカしいもんないかんね。金のことを考えるほどバカバカしい、本当に。すげえくだらねえと思ってて。うん、ベーシックインカムやりゃいいんだよな、もうね。非生産的な人間に生産的なことをさせようとしてるのがおかしいんだから。
いや、月15万ぐらい毎月あって、もうストレスがなくなるんだったらいいけど、まあカメラとか欲しいしな。いや、あればあるだけいいけどね。最低15万だったら1ヶ月生きてけっかんな。だから1話動が15万円、日本円でいうとこの15万円だね。2話動あったら映画の、3話動は結構ぶっぱねてるね。1話動15万。1話動ないと死ぬって思っといて。で、3話動はちょっと良かったね。沖縄とか行っちゃったかな。2話動でもウハウハかな。毎月レンズ1本買えるみたいな。いや、自分に才能があるとは思わないけど、なんかできないことが多いっていうのは苦しいね。今1話動ぐらい。もう300万ポンってもらえないかな、どっかの金持ちに。ダブつかせてさ、なんか毎月毎月金が入ってきてさ、貯金とかさ銀行に預けてるぐらいだったら金くれりゃいいのにって思うんだよね。なんでケチなんだろうね。そう思わない？なんかねえ、もう1億とか2億とかだったら300ぐらいくれても困らねえだろって思うんだけど。な、金貯めて何が面白いんだろうな。金集めて金貯めてバカだろ。 ただの紙切れなのに。おいっすー、お疲れっすー。オブジさんは2万ばらまいてくれたけど、300万ばらけあったら素敵だね。まあまあまあいいや。金の話はくだらねえから。いや、結構みんな貧乏してるよ。なんか昨日北郷さんと話してたけど、ほら、クドカンさんの話になって、クドカンさん出演してたから。で、クドカンさんの事務所がすげえかっこいいっていう、構成作家の事務所なんだけど、絶対にうちの所属タレントにアルバイトさせないっていうのがポリシーなんだって。あれ？それあれかな？あれだったかもしんない。水曜どうでしょうの、事務所かもしんない。要は俳優さんとか構成作家とかタレントさんとかを抱えたら、その子にアルバイトを絶対させない、仕事取ってくるっていう、それがもうポリシーで、ゴリッゴリに営業をかけるんだって。でも正しいプロダクションとしてのあり方だよな。こいつのタレントとして、俳優として、ミュージシャンとして絶対それで食わせるっていうのはかっこいいよね。ああ、本当？いや、了解了解、ルシさん。全然全然、謝んないで。いや、かっこいい事務所だよね。本来ね、なんか、
あぐらかいてさ、タレントからのおこぼれで食おうって考えてるよりも、いや、仕事取ってくるっていうのは正しい判断だよ。だから今のふわっちにはそれがないよね。配信者食わせようっていう。儲かれやいいやっていう感じに見えるから。バイトなんてさせねえよっていうリスナー現れないもんね。働けよって言われるけど、働かせねえよって言われたいね。お前、和道に働かせねえよ、俺らがって言われたら、ちょっとロックだよね。ロックなリスナー欲しいな。いや、いいんだよ、つって。和道は好きなことやらせんだよと。俺らが食わせんだよ、つって。そういうかっこいいリスナーいねえかな。いや、超かっこよくない？もうそんなリスナーの、だからかっこいいやつなんてなかなか現れねえんだよ。そう、かっこ悪いやつはいっぱいいるの。働けバカとか、そういう、くっそ面白くもないコメント書くバカはいるんだけど、いや、働かなくていいから、働くんじゃねえよ、バカって、アイテム投げながら、かっこいいロックなリスナーつかみたいよね。狂ってんな、ここ、みたいな。働かせてたまるかよみたいな。配信者があんだけ儲けたわけな。配信会のお金。おはよう。配信者があんだけ数千万儲けたのに、何もクリエイティブ、数千万円分のクリエイティブなことって何も起こらなかったよね。俺、便所さんの捨て頃と、まあ言うても歌うま選手権の2つぐらいじゃない？金つかんでリスナーに還元したのって。俺この2つだけだと思うよ。歌うま選手権、まあ歌うま選手権は何つうんだろう、微妙だけど、その俺は捨て頃だったと思うけどね。正しい金の使い方したのは、配信的な、そう思わない？だってさ、その表現してる配信者囲い込んで数千万稼がせてさ、なんか変わった？何にも変わってなくね？
俺さ、今度さ、街中でさ、俺これ本当に頭にくるから、今度から言ってやろうと思ってんだけど、たまにさ、ババアとかジジイとかに街中歩いてるとさ、和道さん、ずっと見てますっていう人いるの？いるんだよ。和道さん、私ずっと見てますって。俺聞いてやろうと思って。え、ずっと見てんの？花火投げたことある？って。ねえ、投げたことありますよって言ったら、あ、ありがとねって言おうと思ってんの。そこで。今まではずっと見てますって言われるじゃん。そうするとありがとうって言うんだけど、なんかもやっとするのよ。なんで俺ありがとうって言わなきゃいけないんだろうと思って。今度から「窓さん見てます」っていう声かけられたら、「花火投げたことある？」って。「いや、ないです」って言ったら、「死ね」って言おうと思ってんの。いやいや、応援してねえじゃんって。ただみかよみたいな。 いや、だってさ、やさぐれてるとかじゃなくてさ、見てますとか言われてもさ、だからなんだよって話だよ。はっていう感じじゃない？なんか見てることが私偉いでしょみたいな。だから何なんだよみたいな。ただで見てるやつなんか腐るほどいるわみたいな。話しかけてくんの関係ねえだろ、俺からするとっていうさ。投げろやと思って。もしくは、だから、見てます、花火投げたことあんの？って聞いて、アイテム投げたことある？っつって、なかったら、あ、じゃあ今度から投げてねって言って帰ろうと思って。頭くんだよね、なんか。あ、じゃあ今度から投げてねって。いや、大事なことでしょ、それ。嫌 なやつだよね。 もうはっきり目の前でチャンスが来てるわけだから、はっきり言ってやろうと思って。投げろバーガーっていう。やさぐれてんのかな。いやさ、面白かったのはさ、たけしさんが新聞記者にね、インタビューされてて、嵐の件について一言お願いしますって言った時の、たけしさんの返しが、嵐ってなんだっつって、で、北川さんが、あ、ジャニーズの嵐ですって言った時、俺と何の関係があんだって言ってて、正論だと思ったの。俺関係ねえじゃんって言ってて。正しいと思って。 ああ、面白かったな。ね、まあ、いろいろ年齢も年齢だから、いろいろ自分のこと考えてんだろうっつって、あのボケは面白かったな。 おいら関係ねえなっつって。まあ、ミニマムにどんどんなってくんじゃないの？まあ正直、ジャニーズよりも有名 YouTuber の方が全然影響あるからな。いや、だって事務所に所属する意味なんてないでしょ、ぶっちゃけた話。なんかあるか？メリット。
まあまあ、箔がつくとか、仕事取ってくる事務所だったら俺はありだと思ってるけど、まあぶっちゃけた話、あそこまで有名になっちゃったら事務所に所属してる意味なんか何もねえかんな。どんどん減っていくと思うよ。タレント事務所みたいな。仕事を取ってくる事務所は逆に人気になると思うけど。なんかただ電話番とね、タレントネームバリューで腰巾着みたいに金吸い寄せてる事務所とかどんどんなくなっていくと思うけどな。ちゃんとマネージメントできないんだったらマネージメント料取る。払う理由がないからね。もちろんその育てるっていう意味では投資はかなりしてるわけだから、ダンスとか歌とかレッスンとかやってるわけだから、難しいよなそこはな。まあだからスマップがでかかったんじゃないの。正当な金額をもらえるようにならないとな。あ、そうだ。あれがあったわ。屋形船の日程、いつだったっけ？あ、スケジュール整理しないと。あ、そうだ、みーすけからもらったジャージ着てみようかな。運がひどい。
暇だな。あ、そうだ、スライダー通りいくらすんだろう。あ、安い。スライダーってこんな安いの？え、マジで？ 4000 円？安いじゃん。え、買おうかな。マジかよ、こんな安いのかよ。そんな高くねえんだな。
お疲れ様です。捨て頃応援してますね。はーい。
暇だな。暇だな、おい。暇だ。風邪ひいたのかな、俺。頭がぼーっとするな。ああ、そうなんだ。インフルエンザ流行ってんだ。もうニュース見ねえから全然わかんねえな。ダメだな、ニュース見ないと。世の中の情勢に全くついていけてないかんな。見ないとな。ちょっとパソコンで作業やろうかな。どうしよう。パソコンで作業やるから携帯配信に切り替える。